おはようございます。おはようございます。今回もパンチ佐藤さんに来ていただいております。今回はパンチ佐藤さんが活躍したオリックスブルーウェーブの上田監督、土井監督、大木監督についていろいろお聞きしていきたいと思います。めちゃめちゃコアですね。上田監督、土井監督、大木監督、この3監督は本当3タイプでね、それぞれ勉強になりましたよ。入団当初がその上田監督っていうのはどういう方だったんですか？上田監督というのはね、厳しかったし迫力があったオリックスバファローでしょ今。その前はオリックスブルーウェーブ、その前はオリックスブレーブス、その前は阪急ブレーブス。阪急ブレーブスって言ってね、すごい強いチームがあったの。セ・リーグはジャイアンツ、パ・リーグはもう阪急っていう時代があった。その時の王将上田監督も星野監督以上にね熱い方でね、入団1年目がね一番こう野球やったっていうね、燃えた1年でしたね。それでね、野球にはねいろんなことわざがあって、ピンチの後にチャンスありとか、フォアボールの後の初球を狙えとか、いろいろこうことわざがあるわけよ。で、変わったところに打球は行くってあるでしょ。びっくりしたのが近鉄との試合、9回裏ワンアウト1塁、もう4、5点勝ってるんだよ。あと2つでチェンジだなと思ったらさ、上田監督がさ「タイムセカンド福良に代わって福原!」とかって言うわけ。え、もう9回裏ワンアウトなのにと思って、変わった次の球463のダブル、本当に変わったところに行くってあったね。で、僕も入団1年目も「佐藤3割ホームランが1本もない、気にすることないぞ、お前地元川崎球場で俺は出そうな気がするんだ」って言って川崎球場で打ったからね。そういうね、とにかく俺についてこいというような監督だったね。ああ、すごい。で、その後に土井監督になったんですか？そうなんだね。土井監督というのはね、ジャイアンツのその一番強い時のセカンド、ピッチャー堀内、キャッチャー森、ファースト王さん、セカンドとサード長嶋さんというね、もうすごいね。僕も大好きな選手だったの。ただね、監督になった土井監督はね、あんま好きじゃなかったね。そうなんですね。亡くなった方の悪口は言いたくないんだけど、勉強してなかったんだね。ジャイアンツはもう世の中の中心と思ってるし、特にセ・リーグしか知らないんだよね。で、パ・リーグの監督ってなったらさ、勉強しなきゃいけないじゃん。名前も知らないんだもん、選手。だから僕の名前しか知らないのよ。キャンプでさ、ミーティングでこうなるわけだよ。な、パンチでこうなったらこうで分かるだろ、パンチとかさ、俺しか言わないんだよ。そうするとほら、チーム内でさ、なんだ俺の名前も知らないのかよとかいうふうになってきちゃったわけよ。そういうところがあったね。ちょっと変わった方だったんですね。それに比べて大木監督は勉強してきた人だよね。大木監督のすごいところは、データはいろいろ選手の前からデータは頭に入ってるよ。あと、性格的なものも知りたいじゃない。それをさ、ここもコーチ、あの選手はどうなんだだとかさ、コーチの気持ちが入っちゃうじゃん。あれはダメですよ、酒ばっかり飲んでだとか。だから新聞記者と毎晩飲んでたわけ。新聞記者は中立じゃない。毎晩飲めよ飲めよって言われるからさ、大井監督毎晩俺たち酒の席に呼んできて飲めや食えやって、こんなの初めてだぜって。で、ところでどうなんだよ、オリックスにスポット当てるんや、どうしたらいいかなって言うと、やっぱパンチですよって。パンチちょっと今ふてくさっちゃってますけどね、あれ出したら打ちますからなんて、そうかやっぱりパンチかって全部情報を頭に入れてやってくれる人だったね。すごいな。例えば急に4番バッターを9番バッターにしたり、9番バッターを4番バッターにしたり、なんでそんなことするのっていうことをするわけ。それがピタッと当てはまっちゃうわけ。マジック手品みたいなもんで、それがデータやけどね。そうですよね。僕が一番好きだったのはね、上田監督かもしれないね。ダイナマイトっていうね、言葉がよく出ててね、ダイナマイトって何って言うんだけど、これはね、上田監督の言葉だったわけよ。どういうことかっていうと、スーパープレーが出ると、ダイナマイトっていうわけ。ホームランが出る。ダイナマイトよっしゃーみたいになってくるわけよ。いろんな問題で今日本元気ないじゃない。あの時はね、今以上に沈んでたんだ日本がね。で、僕も芸能界入ってさ、順調だったんだけどさ、ピタッと仕事がなくなっちゃった。しょうがないんだ、あの時は。みんながストップだったから。その時にさ、ちょうど娘が大学1年だよ。しょぼくれてるパパ見せたくないじゃない。はい、そうですね。そんな時どうしようかなっていう時に、この上田監督の「へこたれるなパンチダイナマイト!」っていうね、この言葉をね意識して使うようになったわけよ。そうするとラッキーな風がどん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 ね来たっていうことがあってね、ちょっとでもいいことがあったらね、「ダイナマイトダイナマイト!」って言ってるとね、いい風が吹いてくるわけ。例えば愛犬のウェンディがうんこしたと、拾った時に500円玉があった「ダイナマイト!」って言うと5000円拾ったような気持ちになるわけ。とにかく沈んでた自分をどんなことでも「ダイナマイトダイナマイト!」って言ってたらラッキーの風が吹いてくるようになってさ、だから上田監督には感謝してますね。今回書いたのはこちらです。ということで今回は3監督についてパンチ佐藤さんにお話しいただいたんですけれども、向さんどうでしたか？もうパンチさんのおかげでね、野球の裏側というか、あとそのどうやったらこうね、幸せが舞い込んでくるかとか教わりましたんで。それでは次の動画でお会いしましょう。せーの、ダイナマイト！